はいどうも、パロプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は約束された活躍 J2、J1 個人昇格まとめその2ということで、まあ、昨日も動画上げているんですけれどもね、今年個人昇格が決まった選手のまとめの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、今年の僕の目標がですね、まあ、この動画の目標的には、まあ、前置きを短くしようとね、どうしてもこう、だら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 喋ってしまって本編に入るのが長くなってしまうんで、前置きを、短くしていこうというのが僕の、一つの目標でございますけど、まあ、ならばそれを喋らずさっさと、本編に行けというところでございます。さすがでいきましょう。こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグが浦津や九州では中心として動画作っております。で、これからの季節はこんな感じで J リーグ全般の話とか、来シーズンに向けた話とかいろいろやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まずこちら2位、個人昇格その2というところで、まずターレス選手ですね。まあ、ターレスに関しては、まあ、実はね、今年名古屋から、熊本の方にレンタルをしていたんで、まあ、厳密に言うと個人昇格を果たしていたのは1年前にはなってきますが、まあ、満を持して復帰というところで今回も、紹介をしていきますが、まあ、風のようにターレスで、おなじみでございますね。まあ、僕の中でターレスと言ったらやっぱこうドラゴンボール劇場版にはなってくるんですけれども、ね、まあ、新生児の見でおなじみのターレス。あれほんと悟空と一番そっくりじゃねえかって僕は思っているんですけど、ね、まあ、そのターレスでございますけど、そのターレスじゃないですけども、ターレス、いや本当ね、どこで使われるんですかね。まあね、熊本ではウィングバックとして起用をされていた選手になってきますが、まあ、名古屋、まあ、J1 のウィングバックって、やっぱり守備のところの強度も結構求められるんで、オフェンス面でやっぱりこう力が、出せるターレス選手を右ウィングバックに置くと確かに攻撃的にはいけるが、しかし守備のところは若干不安も残るかなという感じが、まあ、しますんで、もしかしたらこうシャドウとかで使われる可能性もあるかと思いますが、さあこの、ターレス選手の活躍には期待していこうと思ってますけどもね。そして井岡選手ですね、こちら熊本から、まあ、京都って、書いてますけど、もっと厳密に言うと広島からの、まあ、レンタルにはなるわけでございます。攻守にハードワークできる鉄壁ディフェンダーというところで、この選手は本当空中戦の勝率が異常に高いですね。本当跳ね返す力が相当高い選手にはなってきますし、あと本当攻守にって書いてますけれども、本当オフェンス面でも結構力が出せる選手。まあ、最近の3バックのチームってこう守るだけじゃなくて、この3バックの両翼ですね、まあ、3バックの両翼ってお菓子が、ストッパーのところですね、左右のストッパーの選手も、まあ、サイドバックのように高い位置を、取るみたいな本当攻撃参加というのが、求められてくる時代になってきますんで、まあ、こういう井岡選手みたいな、選手というのは本当重宝というか、まあ、現代的なセンターバックにはなってきますが、まあ、サイドバックを多分京都でやるんじゃないですかね。熊本では3バックの左をやっていたんですけれども、タイプ的にはおそらく、センターバック真ん中というよりも、まあ、やっぱりこうね、4バックの時のサイドバックとかで、使われる感じがしますが、ちょっと注目の選手でございますけれどもね。で、水戸から京都へ移籍した木下選手ですね。まあ、J2 で覚醒した男、190センチ、85キロの男って書いてますけれどもね。まあ、やっぱこのね、僕毎回言ってますけれども、この身長と体重のバランス、これ本当大事なんですね。本当190センチあっても、70キロ台の体重であればね、やっぱこう競り合った時に当たり負け、してしまうというのも結構これあるらしいんで、身長と体重のバランス、これ結構、フィジカルという意味では大事にはなってきます。が、まあ、190センチで85キロ、まあ、本当理想的な、体格ですね、この、木下選手でございます。まあ、浦津時代はほとんど、試合に絡むことなく退団してしまったんですけれども、J2 水戸では、ね、その才能が開花したじゃ、ないですけれどもね、まあ、2桁ゴールも、決めているんで、ちょっと京都でどんだけやれるか、ちょっと注目していこうと思ってますけれどもね。で、次、八千田選手ですね、栃木から京都へ移籍とか、まあ、復帰ですね、レンタル復帰を、した八千田選手になってきますが、これ間違ってますね。京都で見せたセンスを J1 でって、書いてますけれども、これ正しくは、栃木で見せたセンスを J1 京都でって、僕は書こうと思っていたと、思うんですね。これも大変申し訳ございません。これちょっと修正が、効かないんで、ちょっとこのままやっていきますけれども、そっけ、まあ、本当ね、J2 栃木時代に、見せたオフェンス面の才能ですね。まあ、やっぱりこう、八千田選手って言えば、ね、もうちょっとこう前線での、プレーが多かった選手のイメージがありますが、しかしまあ今シーズンも昨シーズンかも、栃木の時はボランチでの
起用も結構多かった、ね、八田選手になってきますんで、まあ、ボランチ、まあ、中盤の一角とかあとはまあ左のウィングとか左右のウィングとかで、使われることが想定されるこの八田選手でございますが、本当どこで使うんですかね。本当八田選手に関してはどこで使うかですね。インサイドハーフ、まあ、4-3-3 の、インサイドハーフなのか、それとも、スイートップの左右のウィングとかで起用されることがまあ考えられはしますが、しかしもどこで使っても本当ハイレベルな、プレーが可能と思うんで、ね、この八田選手の活躍とか、まあ、プレーというのも注目して見ていこうと思ってますけどもね。であと平戸選手ですね、町田から京都、本当今年は町田はいろんな、話題をかっさらっておりますけれども、この、町田ゼルビア平戸選手でございますが、本当 J2 では本当安定した数字を残し続けてきました。こう1年だけ、活躍をしたとかじゃなくて、本当毎年、ね、安定して、数字を残してきたこの平戸選手でございますんで、これ平戸もだからどこで使うかですね。多分、平戸選手のベストポジションってトップ下と思うんですよね。まあ、1.5列目、まあ、2トップの一角として 1.5 列目的に、使うとかトップ下とかで、まあ、使うみたいなイメージが一番湧くんですけれども、まあ、これね、平戸選手のポジションでいうと京都は 4-3-3 システムを使っているんでないんですね。まあ、ないこともないけど、もうまあ一番ベストなトップ下というところがないんで、まあ、左右のウィングとかそれこそまあ八田選手と、被りますけど、インサイドハーフとかでまあ違いを作っていく、みたいなプレーを期待するか、ちょっと注目。本当ね、これ八田と平戸選手に関してはどこで使うか本当注目ですしね、まあ、もしかしたらアンカーに川崎選手を置いてね、1列前に平戸選手と八田選手インサイドハーフで使うとか、これは面白いな。本当ね、アンカーに川崎選手がいて平戸八田のダブルインサイドハーフというのは、これちょっと、見てみたい感じも、しますけどもね。さあどういう風な、起用がされるか、そこも注目でございますけどもね。で次が、大分から京都へ移籍した三沢選手ですね。まあ、左サイドバックとしての起用が濃厚ですね。まあ、もちろんセンターバックとしての、起用もあると思うんですけれども、おそらくこの選手は、左サイドバックでのプレーが濃厚じゃないかという感じがしておりますけれども、まあ、本当今度は、兄が J1 で活躍って書いてますけれども、元鹿島弟三沢健人選手に関しては、今年、まあ、昨年か、海外籍の方を果たしたんで、まあ、今度こそ、ね、このお兄ちゃんの方が、頑張る番というところで、まあ、この三沢優斗選手に関しては足元の技術が相当高いディフェンダーの選手になってきますんで、それこそまあビルドアップ能力とか推進力とか、そういうところをやっぱ京都で発揮してほしいところでございますけどもね。であと長崎からガンボ栄移籍した江川選手ですね。元 J2 屈指の若手ディフェンダーは、まあ、センターバックか、サイドバックかってところになってきます。まあ、これ江川選手の登録上の身長が多分175センチだったと思うんですけど、なんかねこれ長崎のサポーターの方から、コメントいただいたんですけれども、どうも江川選手179センチらしいんですよね。これね、長崎のねこれサポーターの方が教えてくれたんですけれどもね、江川選手身長179センチであるということが判明をしたというか、まあこれ、J リーグですね、これ J リーグの公式の、登録身長でいうと175センチ、67キロというのが江川選手の身長であるんですけれども、これ実際179センチらしいんで逆サバ読んでますね。僕もね正直ね高いとは思っていた、高いというか175センチには見えない、もうちょっと、高く見えるなってはずっと思っていたんですけれども、これ、実際は179センチであるというのをこれ江川選手本人がどうも話されていたようでございますんで、なんでこれ J リーグの公式では175センチという表記になっていて、江川選手自身は、まあ、179センチと言ってるかちょっと分かりませんけれども、やっぱ他の選手と並べた時にやっぱ175ではないんですね。やっぱ179センチとかそっちの方がなんか、しっくりくる感じがしますんで、まあ、逆差は、まあ、これね168センチとか169センチの選手が、まあ、実際よりもちょっとサバ読んで、サバというか170センチとかにはこれするみたいなとこは結構これあるらしいんですけれどね、逆にこれね低く公式発表、するというのは珍しいケースで、ございますけれども、ね、まあ、だからこれも相手を油断させるのかちょっと分かりませんけど、ね、まあ、実際、まあ、油断もくそも実際に、対戦をしていると分かるところではなってきますので分かります。真偽は不明でございますけど、179センチというのが江川選手の、まあ、これ身長というところになってきますので、まあ、J リーグの公式とはちょっと違うというところになってきますが、まあ、何にせよ179センチでもセンターバックとしては、まあ、高さ的には厳しいものがあると思うんで、まあ、サイドバックですかね、まあ、逆に179センチのサイドバックとなると大型の部類になってきますね。まあ、179センチのセンターバックは背が低いんだけど、もしかしてもサイドバック中、ポジションで考えたと逆に
サイズがあるサイドバックというところになってきますんで、この江川選手、まあ、起用法もちょっと、注目でございますけれどもね。で、もう一人ガンバ大阪から熊本へ解析した杉山選手ですね。本当熊本の今年昨シーズン引っ張った、杉山選手になってきますが、本当 J2 屈指の、ウイングガンバ大阪どんだけこれ復活に導くことができるかどうかですね。まあ、やっぱ今年の本当目玉は杉山選手でございます。まあ、おそらく右での、起用かのことを思います。まあ、左に関しては宇佐美選手がいたりとか飯野選手がいたりとか、左に関しては打開力がある選手が多いんですけど、右に関しては荒、まあ、野選手もいますが、荒野選手よりも杉山選手のこれ個人打開という意味では能力的に持っていると思いますので、右に関してこれ杉山選手が、まあ、レギュラー争いのトップに僕はいるんじゃないかと思ってますけど、さあ注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、ということで今回は以上でございますね。まあ、もう一個あります。もう一個動画としてあります。まあ、個人小学その2って書いていますが、その3までありますんで、よかったら次回もよろしくお願いいたします。ということで以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。